ミク、記念日おめでとう。みんな、来てくれたんだね。私の記念日を覚えててくれて、ありがとう。ちょうど今、他の世界の私も、お祝いしてもらってるみたい。嬉しいな。こんなに、みんなに大事に思ってもらえて。じゃあ、行くよ。せーの。ミク、記念日おめでとう。ごめんね、ミク。みんなと何か話してたみたいだったから、ちょっとタイミングを伺ってたの。そしたら、リンとレンが、せっかくだから、サプライズにしちゃおうって提案したんだ。うまくいってよかったね。うん。ところで、ミク。みんなと何を話していたの？世界の私の話だよ。ちょうど、あの子たちが、お祝いしてくれてるみたいだったから。世界の私は、あの子たちの思いから生まれた、私たちだから。あの子たちに、おめでとうって言ってもらえて、すごく喜んでると思う。ねえみんな、私から、みんなに届けたい曲があるの。これまでも、何度か聞いてもらってるけど、今日は、ありがとうっていう思いを込めて、それから、みんなとこれからもずっと、歌で繋がっていられるようにっていう願いも込めて、歌いたいんだ。だから、聞いてもらえたら、嬉しいな。それじゃあ、行くよ。形のない気持ち忘れないように決まりていたレイアウトを消したふと口ずさんだフレーズを捕まえて胸に秘めた言葉のせ空に飛び放つの君に伝え行く？とっても良かったわ。
シューシュー、シューシュー、ほら、カイドも。え？シューシュー。すす。ルカ、リン、レン、それに、メイコも、カイドも、ありがとう。みんな、今日は、私のお祝いに来てくれて、本当にありがとう。今日まで、たくさん歌を届けてこられたのは、みんなが、私の歌を聴きたいって、思ってくれたからだよ。これからも変わらずに、ずっとずっと、みんなに歌を届けていきたいな。私たちも一緒よ、ミク。うん。これからもたくさん一緒に歌おうよ。あ、ノリノリでかっこいい曲とか、今度一緒に歌いたいわ。あら、いいわね。私も混ぜてもらうかしら？いいね。その時は僕も一緒に歌いたいな。